ね、佐田坊っていくつだったの？75。早いよね。ドカは今西方女子だっけ。そう、お嬢様学校で吹奏楽部のキャプテンを務めさせていただいています。あとセイジ、ドカじゃない、マドカ殺すぞ。 絶対エッチじゃないと。うるせえ、絶対遅刻じゃねえかよ。あのさ、俺たちどこ向かってんだっけ。だからさらばの通り。おい、助けて。
を助けた。バカ兄弟。いや、困った人を助けるっていうのは大人の男は。バカ褒めてねえ。みんな今日は来てくれて本当ありがとうね。ゆきさん食べて。おお、懐かしい。しかもちろんだよ。なかったきゅうり。うまいんだよ。え、無事よ。ゆきさん久しぶり。久しぶり、元気だった？元気よかった。おにぎりも食べてね。あれ？あなたは？実は最近さ、あなたのことであんまりいい噂は聞かないんだよね。なんか柄の悪い奴らと一緒にいるのを見たって人もいるし。これがあれば、あんたら6人はいつも一緒だ。何も気負いすることなんかない。自分の思ったように、自分に正直に生きるんだよ。さだま、ありがとう。これがあれば、俺たちはずっと仲間だな。僕も絶対ずっと大事にする。いいこと言うね、あなた。ステージ、でどうよ、勉強の方は。まあぼちぼちで。そうか。嘘つけてめえ、あたち知ってるよ。ステージ、習得で学年トップの成績なんだよ。マジ？習得でトップってことはさ、この間進学で一番頭いいってことじゃん。さすが、お前は絶望団地の希望の星だわ。絶望希望ねえねえねえ。絶望の希望ってなんか変だな。あ、そうだ、俺またこの町に戻ってくることになった。マジで？うそうか、藤尾復活か。じゃあ高校は。おい、もちろん親子よ。親子でてっぺん取る。
5つのチームがしのぎを削るスモード地区の王を担う高校。親校の番長村山はスモードでの揉め事には全日を巻き込まないと宣言。村山の一方的な宣言に激怒したトドロキは全日の生徒には知らせず、再び村山に怠慢を挑むのであった。
こいつに変わったか。なんすかそれ、どういうことっすか。よろしく。おい、あんなチームうちにいたか。あっちゃー、言っちゃったよ。おい、お前ら死んだぞ。下にはついても轟の下にはつく気はねえな。いやでも一番強いんだろ。強えは強えや、お前より強えぞ。あけど仲間になんのは別だ。でそこから前日は無茶苦茶なんすよ。その後頭角を現したのがこのチュンチュン一派。2年押し切った中越と1年押し切った中岡、とにかくここは人数が多いっすよ。で問題は今うちらとやり合ってる安木を一発。安木を藤尾、俺らと同じ団地にいた安志と清志覚えてるか。ああ、あの狂った二人か。同じ団地出身じゃねえかよ。
なんかさ、闘争会みたいになっちゃったな。じゃあ、ざけんじゃねえぞ、これ。ああ、そうやよ。パラソン商店の坂田は死んだぞ。俺たちサダバオに恥ずかしくない生き方しないとな。なあ、ドロッキーなんで怪我したの？あ？ドロッキーなんだそれ？お前らの大将だよ。よし、じゃあこうしよう。ドロッキーの怪我が治ったら。一番決めようぜ。いつまでも親づらしないでよ。私に構わないで。お前が何しようが構わない。ただな、お袋だけは悲しませんな。久しぶりに投稿してきたと思ったら、まさか帰るんじゃないでしょうね。あんたのクラリネット一応手入れはしといたから。
いつが。あんたがトロッキー。その目治ったら一番に予約入れる。よろしく。あ、ここの頭になりたいのか。当たり前だろ。治ってからって言ったろ。何やってんだ。はあ、ここは一人用だろうが。何見てんだこの野郎。それレッドラムじゃないですかね。レッドラム、はい、ちょっと前にここら辺に出回ったんですけど、また最近出回ってるらしいんですよ。これよりさばいて小遣い稼ぎってわけか。お前ら知ってるぞ。1年だろ。レッドラム。ああ、なんかまた出回ってみたいだな。前日の奴らの中に何かプッシャーが張り込んでるらしいわ。元締めはクリアか。わかんない。ラムさん、どうします。どうなってんだこの世界は。ラム、またバイトクビになった。バカよ。みんなあと貸ししちまう。レノさん、俺に任せてください。なんで任せるって。俺の父ちゃん紹介します。いいの、いいの、やったお前が村上か。村山です。そんなことはどうだっていいんだよ。うちのホテルが世話になってるらしいな。あ、はい、歓迎するわ。生半可な気持ちでやったら大きいよ。する。はい。あの、小太郎君は。ああ、信也、何すよ。お前さ、普通紹介するとき顔出すなよ。もう会えたよ。いや、もう雇ってくれるのはありがたいんだけど、もう辞めるときとか指置いてけとか言わねえだろ。なあ、こいつな、村上って言うんだ。いや、あの、村山です。もういいんだ、村上で。いや、お前らこいつの面倒きっちり見たらよ。うっす。あ、村山です。お前名前は。村山よしきです。年上っぽいけど、ここじゃ俺が先輩だからよ。完全敬語でよろしく。うん。あ、あ、はい。じゃあ先ほどこっちだからよ、進行。
ちの学校の後輩の子も薬売ってるって噂なんだよね。結構あっちこっち出回ってんだな。新たなやつ。なんでそんなやつが。私明日新たなお母さんに会いに行ってみるわ。俺らも調べてみるか。俺はもう一回新たと連絡取ってみる。いや、お前は。あ、俺は今ミッションって超忙しいか。ミッションって親子をさ、まあ、いろんなやついるんだけど、こうやってまとめておくから。あいつだ、喧嘩だろ。はあ、冗談じゃないわよ。私だってもうすぐコンクールでクソ忙しいんだけど。気に入った。じゃあごちそうさま。ごちそうさま。なんで俺らがこんだけなんねんだよ。当たり前でしょ。だって私たち学生だし。社会人。じゃあ私先帰るね。女子高生は夜遅くなると危険だし。どうか新たなお袋さんに会ったらよろしく言っといて。分かった。ゆきちゃん、ごちそうさま。はい。行けばいい。そこがダメになったら別の町捕まる前にな。だがよ、今更おじけついたんじゃねえか。お前ら金欲しいんだろ。みんな金が欲しいんだよ。ああ、でも看護団です。どうした。薬さばかしてる女に逃げられました。医者のガキ一人やったらどうでもいいんだけどよ。その面はいただけねえな。
ちはよ、昔から舐められるのが許せねえんだよ。おい、こいつのやったガキ調べて全員に伝えろ。あれ、やってんなおい。お前ら、てめえらも。これ全日の後も決めろってことか。なあ村山。したのは俺なんだけど。お前また村山だったんか。おい、村山とやる前に俺たちだろ。村山さんな。俺が天使の村山さんな。俺一応先輩ね。なんかさ、うちにレッドレムが出回ってるらしいんだわ。誰だ。親子は薬禁止だから殺すよ。それソードの外でも出回ってるらしいっすね。え、そうなの。宝泉の方でも問題になってるみたいっす。宝泉。はい、とある市の宝泉資料船。じゃあ情報通のジャムオ君、みんなに説明して。はいはいはい。殺しの軍団と呼ばれてる学校がありまして、そこはカンブレン樹以外はみんなして頭ツルツル、いやツルンツルンのスキンヘッドです。そう、宝泉ってのはそんなに強いの。それはもう、特に今の宝泉は過去最強って言われてまして。ああ、聞いたことある。小沢ひとしだろ。それっすよ。小沢ひとし。今の宝泉を仕切ってる四天王の小田島優健、沢村誠司、陣川栄、志田健三、この4人の名前の頭文字を並べると小沢ひとし。よりによって小沢ひとしっすよ。え、死ぬっしょ。さらにそいつらを束ねる頭の。その小沢ひとしの上にさらに強い奴がいるのか。しかもそいつらが動くときは常に一枚岩なんすよ。まさに最強ってわけね。いいね。まあさ、よさはどうでもいいや。ってことで薬一切ダメだから、全日は全日でちゃんと肩をつけるように。定時からは以上。行こうか。部長さん、俺です。俺、ご中の中越です。え、お前ごっさん。はい、あの俺今一人で仕切ってるんですよ。おい、俺が言ってた先輩で。え、この人が。今日から俺たち藤尾さんの下につきます。マジっすか。マジ
ジで。まあ別にいいけどよ。塚さん、いいよな。トドロキちゃん、ほら挨拶しろ。挨拶。お前にはないもん。あいつは持ってるかもな。ってことでよろしく。俺を倒したってさ、みんながお前についてくるとは限らない。おいで。ちょっと待って、ムラッチ。ムラッチ。何？俺が千日の頭取ったらタイマー貼ってもらっていいですか？おお。社長に報告してちゃんとけじめつけてもらうな。お前ら行くぞ。およよ、そや沢村今日は見てねえけど。ああ、あいつはこっちの野獣だろうな。社長さんが休戦協定ってことで納めたとこでしょ。それ知って、おい、起こしちまったもんは仕方がねえ。大事なのはその後だ。どうけじめつけるか。俺が直接詫び入れてくる。社長さん、お前たちは来なくていい。俺が一人で行く。気にすんな。
社長は厄介事が続くと自分が許せねえんだ。切れられると思ってんの？こっちにはこれがあんだからよ。おい！誰だお前？こいつのストーカーだよ。はっ、ふざけた野郎だ。おい、こいつか。いや、この間のやつとは違いますね。そうか。てめえ。相手にとって倒れねえと。知んねえか。こいつ工場で踊れてたぞ。え？マジで？お前なんか知ってんなら教えてくれよ。レッドラムってのはもともとクリューの資金源として裁かれてたんだよ。クリューかよ。で、そこにダウトってチームが絡むようになってきて。じゃあそのダウトっていうのがレッドラムを裁いてるの？いや、こないだの告白堂の放送以来ダウトの話は全く聞かなくなった。お前が働いてた工場は潰れた。こいつのせいで潰れたのよ。でも今になって何でもな。いや何でもいいからよ。何か分かったら連絡くれねえか。お悪いな。じゃあな。ちげんだよな。いやでも図面通りやってますけど。図面通りだ。俺が違うって言ったら違うんだよ。どうかしたか。いやこ
通りっつってんすけど全然違うんすよ。いいんだよその本人が違うっつってんだから組み合わせ。おっす。声が小さい。おっす。よし俺たちは向こうで一歩つけようか。頼みますよ本人。分かってるんで。はい、あの人はな、俺たちにとって手本みたいな人なんだよ。昔は俺らと同じでこういう現場でめちゃめちゃ働いて金貯めて好きで焼き鳥を始めてさ。そしたらそれが大成功。今度はここに1階から最上階までいろんな焼き鳥売る焼き鳥ビル建てんだってよ。え、マジっすか。つうか俺ら焼き鳥ビル作ってんすか。理不尽なんか通り越してバカみてえだろ。はい、バカみてえっす。それにあの人昔はめちゃくちゃだよ。結構有名人だったんだぜ。聞いたことねえか、パルコ&デンジャラスのパルコって。何すかそのダサいネームス。あ、お前ら頑張れ。おっ、はい、どうだ仕事は楽しいか。楽しいまでは行ってないですけど。ガキなんか卒業して早く大人になれや。ガキはな夢を見て終わるが、大人はそれを叶えることができるんだ。さて仕事終わったら焼肉に食いに行くぞ。ありがとうございました。気をつけてね。はい、ありがとうございます。この階段ほんと危ねえな。ほら、こんな絆創膏までもらったのにジュースもおごってくれんの。あのばあちゃんを助けた関東省だ。最近俺らが世話になったばあさんが死んじまってさ。気づいたら走り出してたわ。あ、俺花岡不二雄。ああ、俺は上田社長。そうか、じゃあサッチーってことで。やめろだっせ。サッチーいただきます。よく来んのか。いや、子供の頃以来だ。そうか、親父の実家がこの辺でさ。俺は2年ぶりだわ。いいよな景色は。上から見てると下で起こってる細かいことなんか何も見えねえし。
識ならな。お前はてっぺん張ったことあるか。いや、そのうちな。そっちは？まだまだだな。そうか、お互いまだまだだな。頑張ろうな、サッチ。おい、そのサッチっつうのどうにかなんねえのか。ちげえよ、バイクの話じゃねえよ。いや、今度さ話聞いてくんねえかな。やっと来たか。夜の墓参りなんて、なんか後ろめたいことでもあんのか。いつまで逃げる気だ。サダバーがいつもお前のこと気にしてただろ。6人の中で一番我慢して何も言わないタイプだから。うるせえ。レッドラムってなんだ。どうしてお前がそんなもんに関わってる。あなた何かあるなんて。うるせえんだよ。俺はもう昔とは違う。ほっとけ。Thank you.
何一人で黄昏れてんだよ。ヤッシュはどうなんだ。なんで、もう情報回ってんのか。え、ああ、怪我は何針か塗っただけだけどよ。けどヤッシュがやってやったら全員ハゲ。この辺じゃ見たことねえ学ラン来たらしいわ。は、多分あいつら。しおさん、うちの方がここに来るたちだ。ハゲ軍団に襲われて頭を洗ってます。で、こんなもん預かってきやがった。じゃあの。はい。商売の邪魔する奴らは全員潰す。親子のバカども。明日、まとめてキリをつける。宝船。確かにそう言ったんだな。おい、なんだよそれ。スゴド地区の一つを仕切る、とんでもない不良コース。あそこが定時が出てくるなら俺ら高校生の立ち向かえる相手じゃねえよ。同じ高校だろうが。定時の連中は全員大人っつった。ああ、すいません。簡単に言うと、これの予備軍だ。マジかよ。全部こいつらの所属か。決闘場みたいなもんすかね。今どき決闘場って、
ああ、相手は誰だか分かった。いや、これは一体どういうことだ。キヨさん、無事よ。俺が呼んだ。お前本気か。相手は放送者。相手が誰であろう関係ねえだろ。仲間がこんだけやられてんだ。行くだろ。そんなん関係ねえだろ。ここまでされたんだぞ。善一とか定時とか関係ねえっつって。潰すよ。よし、皆さん明日はパーッと派手に行きましょう。最初はどうなんだ。目はもう治ったのか。ドロケイ一番に予約入れてたよな。宝泉と親子の頭なんだ。そんな奴が俺に喧嘩手伝えって頼みに来るのか。正直どんな奴らか知らねえけどよ。でもみんなが動揺してんの見てっと、バカな俺でもこれは一筋縄じゃいかねえんだなってのは分かっからさ。お前が今までどんな奴らと喧嘩してきたか知らねえけど、間違いない。宝泉はその中でも最強だ。足を引っ張るんじゃねえぞ。
着だからな。もう怪我すんじゃねえぞ。勘違いすんじゃねえぞ。薬ばらまいた共通の敵が一致しただけだからな。お前の相棒がやられなきゃよかっただけの話だろ。んだと地味コロだ。雑魚同士小競り合いしてんじゃねえ。どっちが雑魚だこの野郎を殺すぞ。やめろ。おい、来ました、来ました、宝泉来ました。ったく、無駄な銭使わせやがって。サッチ、まさかお前が宝泉だったとはな。俺も驚いてるよ。お前はもっといいやつだと思ってたからな。まだ気合い入れてけ。行くぞ、てめえら。Thank you.
おい！よそ見してんじゃねえ！一回死んだ反省しろ。ここにはいねえの。お前らキドなんてのに踊らされてるだ
こと言ってんじゃねえぞ、ブレッこいつらの言ってるんだ、こっちが足りねえ。ほら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 、話聞いて。サラさんが目を覚ましたんだ。お前ら終わりだ。じゃないことが分かっただけでもよかったわ。はい、親孝行、お疲れさん、解散。そっち、あれは相当だ。でもその上には上がいるって知ってるか。え、とある種には宝泉も一目置くスズランって学校がある。おお、あのカラスの学校っすか。そこの3年にラオウって呼ばれてる男がいんだけど。ラオウ、さっきの宝泉の頭のやつ、去年そいつとやって勝てなかったらしいぞ。え、そっちが？マジで？すげえ！まさか今度スズランクとやろうとかじゃないですよね？手回ってみたくないな、オート。ワクワクするな。あいつには何も届かなかった。あなたです。どうしまったの。父親と親子まんまと騙されてやりやりましたよ。親子、所詮血の気の多い喧嘩しか頭にないガキども、そんな程度だもんな。潰し合ったおかげで山物が消えたわけだ。スウォードの連中もバカじゃない。動くならもっと早い方が。借金だって。え、新たなお母さん、ずいぶん前から入院してるって。どっか悪いのか。ガンだって。で、病院まで会いに行った。ああ、ねえ、君さ、いつから俺たちに命令するようになったの。親子親宝泉も
の仕業と分かったら、それこそまずい。それで、やっぱり入院費とか治療費が高いらしくてさ、あなたが一生懸命働いて治療費稼いでくれてるって、おばちゃん、あなたに申し訳ない申し訳ないって泣いてた。あれ、なんだこれ。ご苦労さん、もうお前のガイドは用済みだ。これ持ってどっか行け。ちょっと待ってよ、これだけで話が違えな。とか、まさかおばちゃんに言えるわけないでしょ、あなたがそんなことやってるなんて。それであなたのやつなりふり構わず。やれ。ちげえだろ。なんか俺バカだからうまく説明できねえけど、そのやり方絶対ちげえだろ。間違いないんだな。ああ、間違いねえ。ゆうちゃんにも付きまとってたやつらだ。そのキドラって連中だろうな。そうか。悪いな。俺がもっと早く目を覚ましていれば、そんな無駄な喧嘩させなかったのにな。バカ、お前のせいじゃねえよ。よう、絶望団地の希望。行くのか。新たは俺が連れ戻してくっからよ。お前はなんも心配しねえで、しっかり勉強してこい。どうしたお前ら。神妙な顔して。お前一人で行こうとしてんのか。水くさいっすよ。そうっすよ。しかもアジトは俺らを何つらしいじゃねえか。そうなると他人事じゃねえんだわ。だな。今回はお誘いなしか。高専の時は泣きついてきたくせによ。よし。
うちがつける。いやいやいや、そうはいかねえんだよ。一緒に行けばいい話だろ。もちろん。どうする？そっち。その呼び方。やめろ。知らせようぜ。お前ら武器持てよ。
しゃべれ薬食べてくれ金平さんたちは Ah!
には知られたくねえ。赤い坊主頭に左前がないやつ、そいつが南だ。携帯出せよ。人がそうなるように作ってるからまっすぐなんですよ。自然で育ったらあんなにまっすぐにはならない。立てあなた、こんなやり方で母ちゃん助けてお前それでいいのか。うるせえ。あいつらはスーパーに並ばされることを、まっすぐにされることを自分から拒んだんですよ。おめえに何があかんだよ。俺は俺のやり方だよ。ふざけんな。まっすぐにされてたまるか。これがお前のやり方か。
は時々羨ましく思うことがあります。本当は僕も綺麗。先生大丈夫ですよ。僕は誰にも負けないぐらいまっすぐになって一番いいスーパーの一番いい場所に並んでみせますから。あいつらのためにも。藤尾さん！